イラク王国、ある、まめらかあるイラッケア、ー。イラク王国は、1921年から1958年にかけて、現在のイラクに存在した国家。ヨルダンハシミテ王国と共に、ハーシム家の王国であった。現在のイラク領域は、アッバース朝の頃に、チグリス川中流に、バグダードが建設され、イスラム帝国が発展するに伴い、前代未聞の繁栄を遂げる。しかし、 アッバース町のカリフの権威が失墜し、イスラム世界に王国が樹立されると、イラク地域は、イスラム圏の中心の地位を失った。1258年2月10日に、モンゴル帝国のフレグがバグダードを占領し、カリフのムスターシムを虐殺。今のイラン地域を中心に、イルハン国を樹立するとイラクは、完全に、イランとエジプトの間の国境地帯に転落する。その後、オスマン帝国、 サファビー朝など、ヒアラブのイスラム帝国が現れ、長らくイラクは偏境であった。しかしながら、シーア派を国境とする、サファビー朝にとってはシーア派の聖地が多数所在し、イランからも巡礼者が往来するイラク地域の領有は、政治的にも、経済的にも重要であり、オスマン帝国との争奪戦が続くこととなる。しかし、オスマン帝国の村と四世がバグダードを占領し、 1639年にサファビー朝と平和、国境条約を締結したことでオスマン帝国が最終的に勝利する。さらに1668年にバスラをも占領することでイラク全土がオスマン帝国の一部となることが確定する。19世紀の末、オスマン帝国とイランが衰え西洋列強による侵略が進むとアラブでは民族主義が高まりを見せた。 第一次世界大戦が勃発すると、アラブ地域の独立運動が戦争と並行して進み、イギリスはオスマン帝国への牽制として、メッカの大使であるフサインイブンアリーとイギリスの中エジプト高等弁務官ヘンリー・マクマホンとの間で、フサイン・マクマホン協定1が結ばれ、戦争協力と引き換えにアラブ地域の独立を約束した。こうして1916年6月アラブの独立を、 宣言したメッカの大主ハーシム家の指導によるアラブ反乱が起きた。このアラブ反乱軍は1917年7月にアカバを12月にはエルサレムを攻略し、1918年10月にはダマスカスに入場した。1918年に第一次世界大戦が終結するとパリ講和会議で民族自決の原則が唱えられた。 その結果アラブ地域にも独立国が樹立される機運が生まれたが、これらアラブ地域はサイクスピコ協定に基づきイギリス及びフランスの委任統治領として分割されることになった。様々な宗教や民族が混在していたシリアパレスチュナ地域やイラク地域にどのように国境線を引くかはイギリスとフランスの意思に委ねられた。クルド人の多い北のモスル州。 スンニハやシーヤ派の根住するバグダード州、シーア派中心の南のバスラ州を一つの国としてまとめ、スンニ派を重視することを主張したのは、イギリスのアラブ専門家、ガートルード・ベルであった。モズル州はフランスの勢力圏からイギリスの勢力圏へと移された地域で、イギリス内にはモズル州をイラクに含めることへの反対意見もあったが、結局ベルの意見に押し切られた。ベルは、 イラクの支配体制について、アラブ反乱を率いたハーシム家を迎え入れて、君主国とすることを提案した。1920年、スンナ派のハーシム家の男子を王とするシリアラブ王国が樹立されたが、フランスはこれを拒否して、武力での排除を開始し、国王ファイサル一世がダマスカスを追放された。これに対しイギリスは、イラク王国の国王に、ファイサルを受け入れた。 イラク王国の王となる予定だったアブドゥッター一世はイギリス移民統治領パレスチナの東部を割上して作ったトランスヨルダンの国王に収まった一方でイラクのクルド人らは自治独立を求めて争ったが1920年から1922年にかけてのイギリス軍による無差別攻撃により鎮圧されたイギリス移民統治領メソポタミアとイギリスは1930年に イギリス・イラク条約を結び、イラクは独立へと向かった。イラク王国は1932年10月3日に、ファイサル一世を王として、独立を承認された。1927年には、北部キルクークで油田が発見されたことにより、イラク経済は潤い始めた。ただしイギリスは基地をイラク国内に維持し、軍隊をイラク国内で自由に動かす権利を得ており、イギリスによる、 石油支配とイラク間接支配は続いていた。ファイサル一世が1933年に死去した後、アラブ民族主義に理解を示し、イギリスの支配に反発するガワジー一世が即位したが、1939年に自動車事故で休止した。繁栄的な国王の事故死には疑問の声も上がった。4歳のファイサル二世が王に即位したが、 国内には反イギリスの不穏な雰囲気が広がりつつあった。1939年に第二次世界大戦が始まり、数軸国がイギリスやフランスなど連合国を圧倒する中、数軸国と結んで英国支配を覆すという規模がイラクの政治家に広まった。1939年9月5日、イラクは1930年の条約に基づき、ナチスドイツと国交を断絶した。 2. しかし1940年には、繁栄派のラシード・アリーアイコール・ガイラーニーが、首相となり、ドイツやイタリアと結び、石油などの資源を、数軸国に供給しようとした。彼らはイラクに長年住んでいた、ユダヤ人社会に対する暴動を組織したほか、王室側近から親英派を追い落とそうとした。しかし北アフリカ戦線でのイギリスの勝利により彼らは、後ろ盾を失い、 1941年1月末には、ハーシム家のイラク王族以来政治力を持っていた、親衛派のヌーリーアイコールサイードが、首相に返り咲いた。1941年3月末、軍首脳のアラブ民族主義者4人組、ゴールデンスクエアが決起し、ヌーリーアイコールサイードは退陣させられ、4月3日には、ラシードアリーアイコールガイラーニーが、首相となった。 王政は転覆されなかったが、アリーアイコールガイラーニーは、親衛派の拙将アブドゥルイラーフを追放して、シャリーフ・シャラフを摂政とし、1930年のイギリス・イラク条約で、イラクがイギリスに認めた特権を制限しようとした。これに対し、カイロのイギリス陸軍中東司令部は、ヌーリーアイコールサイイドを保護し、イラクへの侵攻を開始した。 4月18日にはインド派遣軍の一個旅団をバスラに上陸させ、パレスチナとヨルダンからも砂漠を横断する部隊を進撃させた。バグダード西方のハッパニーヤにはイギリス空軍のハッパニーヤ基地があり、イギリス空軍とインド軍が入ったが、4月30日に6000人からなるイラク軍部隊が南の高地に陣取り、基地に対し陸空の戦力を動かさないよう要求した。 英陰軍はこれを拒否し、要求の期限となる5月2日早朝に、イラク軍に対する爆撃を開始した。イギリス軍の戦力は旧式訓練機など貧弱であり、陸軍も人数は2000人と劣勢だったが、増援の到着もあり、イラク軍を押し返し、バグダードへの進軍を始めた。ドイツ軍は、イラク軍に対して、BC フランス領シリアから、航空機を派遣するなどの支援を行ったが、 イラクの航空部隊は戦力を失い、5月30日にはバグダードに入ったイギリス軍とイラクが急戦し、アイコールガイラーニーはドイツへ亡命した。ほぼ1ヶ月にわたる戦争で再度イラクを占領した、イギリス軍は引き続き、6月7月にはシリアに対する作戦を、8月から9月にはソ連と共に数軸寄りだったイランに対する進駐を行った。しかし、 これで、イラク国民の繁栄機運がなくなったわけではなかった。イギリスのイラク占領は1947年10月26日まで続いた第二次世界大戦後、1946年にイラク王国はアラブ連盟に参加してイスラエルと対立する一方、摂政及びヌリーの方針もあって、中東における英米の同盟国として振る舞い、アラブにおける 新英派のリーダー及び反共産主義の防波堤を自負。1948年のイスラエルの独立に伴う第一次中東戦争によってアラブ民族主義が高まりアラブ諸国の連携が深まることになった。イラク王国も第一次中東戦争に参戦してイスラエルと戦ったがアラブ圏の名手を自負するイラクはアラブ諸国との歩調を取るのに失敗した。 宿敵のサウジアラビアやイラク同様アラブ圏のリーダーを自負するエジプト王国やシリアと連携できなかったばかりか。ヨルダンハシミテ王国に対しても、イラク摂政のアブドゥル・イラーフは、ヒジャーズ王家、ハーシム家の長男家としての自負ゆえにおじであるヨルダンのアブドゥッター一世が、ハーシム家内で優位になるのを嫌ったために、補償など取れるはずもなかった。アラブ諸国軍はイスラエルに敗れ、イラク経済は悪化した。 また、この敗戦でショックを受けた、軍将校内部では、1952年の自由、将校団のエジプト革命を機会に次第に、反米共和制派が台頭する。1955年にはソ連に対する封じ込めのための中央条約機構を、トルコ、パキスタン、イラン、イギリスと共に設置した。この本部は、バグダードに置かれた。しかし、エジプトのナーセル大統領は、 アラブ民族主義者の立場からイギリス勢力が中東に残ることを反対して気候に参加せず、イラクの君主制に対しても批判を加えた。1958年にはエジプトとシリアがアラブ連合共和国として統合。これを契機にアラブ世界に統合か否かの葛藤が生まれ、不安定な様相を呈することになった。イラク王国は同じハーシムでエジプトとシリアに挟まれ、 かつ前年に危うく、クーデターにより打倒されかけたヨルダンとイラクのファイサル2世を主犯とするアラブ連邦を形成し、軍隊を統合するなど連携を深めて、アラブ連合共和国への対抗やイギリスからの支援を模索した。しかし、この年の7月14日、 アラブ連合共和国による圧迫で危機が迫るヨルダンの応援に向かうよう指示された青年商工グループが経由地のバグダードでクーデターを起こし国王一家や摂政を虐殺したクーデターを指揮したカーシム殉相は人民共和国の樹立を宣言イラク王国は滅亡したイラク王国滅亡後ソ連ら東側諸国と関係を結んだカーシム政権のイラクは イラク共和国となった。イラクは、中央条約機構から脱退する。後に、バーストーの独裁政権が成立する。政権内で反対派を粛清させたサッターム・フセインが、大統領として、独裁体制を敷くことになる。なお、現在のイラク多い継承権主張者は、フサイン・イブン・アリーの4男、ザイド・イブン・フサインの息子のラード・イブン・ザイドと、 ファイサル2世のいとこのシャリーフ・アリー・イーブン・アル・フセインで、ある。このうち、シャリーフ・アリーは、アブドゥル・イラーフの威であり、かつアリー・イーブン・フサインの子孫である。彼は、イラク国民会議に参加し、フセイン政権の崩壊の後、王政滅亡以来初めてイラクの地を踏んだが、アメリカを含めどこの国からも十分な支援を得られず、また、 イラク国内に政治基盤もなく、イラク国民からの支持がほとんどないため、イラクを離れ、現在はイギリスで生活している。2005年にイラクで行われた暫定国民議会選挙では、自らが党首を務めるイラク立憲君主党も参加したが、議席は獲得できなかった。ありがとうございます。